はい。皆さん、こんにちは。えー、中3英語トップレベル S プラス S 公文編収録担当の石津です。1分ほどね、講座紹介をさせていただきますね。 はい。この講座では、えー、大学入試でよく問われる、えー、50個の重要構文というのを厳選して、丁寧に解説をしていきます。でトップレベルの皆さんは、文法の学習というのが一通り終わったわけなんですけども、この文法からその本格的なこの英文読解です、ね、に移るこの間に構文という知識が必要不可欠になってくるんですね。なので、その構文というのは、もう覚えるだけでこの文法と読解の両方の力が、ね、こうグッとアップする、いわばその裏技の、ね、ようなものだと思ってください。 で、あの、実際のことで、ね、授業画面をお見せしますけども、このようにですね、その視覚的にもわかりやすい映像を使って、まあ、複雑な公文とかも、まあ、できるだけこのイメージでつかめるように工夫をしています。で、またね、その覚えてもらった公文とかを使って、ディクテーションとか、まあ、大学入試レベルのその本格的なその読解問題にも挑戦をしてもらいます。ね ですので、この講座はですね、高校英文法をかっちり復習したいという人にも、その読解の力をこう磨き上げたいという人にも、この両方に非常にそのお勧めできる講座になっております。でね、その夏の間っていうのは、本当にその大きくね、そのパワーアップをするチャンスですので、ぜひね、あの皆様のご受講をお待ちしております。それでは。